皆さんこんにちは、ビールジェネのダンです。今回はですね、次世代トレーニングということで僕が普段やっているプッシュダウンを行っていきたいと思います。ビールジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。プッシュダウンでやるのは大体このロープ使うと思います。ね、これ僕もずっと使ってました。でもある時を境に手がしびれるようになってきたんですよね。この小指側の神経が僕圧迫されるみたいで、ここのゴムの部分に大体こう手を引っ掛けてプッシュダウンすると思うんですけど、やっぱり重量を持ち始めると圧迫されて痺れてきて、そっちに意識がいっちゃって三頭筋から意識が抜けてしまうっていうのが僕の中でずっとあって、何をしたらいいんやろうとか思って、まあたどり着いたのはこのロープの真ん中ぐらいを握って、自分の握力で支えれる重量でやるようになりました。もしくはロープじゃなくてラットボールで使うようなアタッチメントをつけて逆ハの字ぐらいに握って落とす。これでちょっともうこれはめっちゃ重いのやるときに使います。ただ重いのを扱うのと若干ピークの細かい部分を狙うのとでまたアプローチも変わってくるんですけど、個人的には結構これをメインに持ってくるというよりかは最終種目ぐらいに持ってくるんで、こういう高重量を使うためのアタッチメントじゃなくて、最近は女性のお尻を鍛えるときに足に巻くロープみたいなアタッチメントがあると思うんですけど、ケーブルにつけて使えるやつなんでアタッチメントを使ってます。で今回はですね、それがないということでフェイスタオルがあったんで、フェイスタオルを使ってやっていきます。フェイスタオルをここに引っ付けてもらって、これでゴムの圧迫がなくなるっていうのと、しっかりと握り込めるっていうのもあるので、この握り込むも僕の中のポイントの一つです。ケーブルで普段やる時の高さはだいたい僕この自分の頭よりちょっと高いぐらいからのセッティングにするんで、ケーブルのスタート位置がもう一段階下のとこから始めてます。まあ、やり方としてはほとんど変わんないんですけど、グーッと落としていって、こっからグッと開く動きをすると思うんですけど、この開く動きは絶対に入れてます。で結構重い重量で疲れてくると、だいたい開いてたはずの手が閉じてきて落とすようになると思うんですけど、そういう閉じた動きはもう一切せずに落としていって、ここから伸びひんってなったら僕自分がこうやって上がって背伸びして、ここに固定したまま背伸びして収縮します。すると結局収縮ポイントでこの負荷を乗せることができるんで、サイドレーズでこう自分でしゃがんでた原理と一緒で、これもあもう無理やもう無理やってなったら自分が上がる。でこのまま落として自分が上がってちょっと下ろしてグッと上がって、ここからゆっくり下ろして戻していく。あー無理やってなったら自分でこう上がる。疲れるまではずっとこのままやります。このまましっかりとやっていって、あもう無理や無理やってなってきたら上げる。最大収縮は絶対行われるために上げる上げる上げる。手伸びをするときに手も一緒に上がっちゃうと意味ないんで、手の位置はこのまま体だけ上げる。まあ無理やり自分の上半身の体重をかけてグーって下げたりすると、三頭筋じゃないとこも使ったりとかすることによって、まあ手にも負担が来て神経の圧迫にもつながってたっていうのもあったんで、それをなくすためにしっかりと自分で握れる重量に設定して、収縮したいときは背伸びをする、無理になってきたら背伸びをする背伸びをする。でさらにそれでも無理になってきたら僕は体を落として、このまままたさらにドロップセットみたいな感じで追い込みでやったりもします。この動画のためだけやって思ってるかもしれないですけど、ジムで僕がトレーニングしてる人が見たことある人はやってたなこの人って思うかもしれないぐらい、僕は毎回プッシュダウンではこういうやり方をしてます。手しびれるなっていう方はぜひ参考にやってみてください。この種目の癖ある種目ってありますかとか、この種目ちょっとこんな感じなんですけどなんかどうひねったら変わりますかとか、もし質問があればコメントしていただければ動画でお答えすることも可能なので、ぜひコメントにお願いいたします。もし参考になったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄に貼っている B レジェンドの LINE にもお得な情報などを掲載しております。新商品の情報なども随時アップしておりますので、ぜひ気になる方は LINE 友達登録をしてチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。